テッペシアルクは、イラン中央部のエスファハーン州のカーシャーン市の郊外に存在する大規模な遺跡である。近くには、フィン庭園がある。テッペはペルシア語で、丘、または、塚を意味する。このエリアに存在した文化は、ザーアンデカワ文化との関係が認められている。シアルクのジックラとは、紀元前3000年頃に建造された。イラン文化遺産団体、ルーブル美術館、 フランスイラン研究所の共同研究により、シアルクサイコの集落は、紀元前5500、6000年まで遡ることが確認されている。当時シアルクが発展したのは、近くに清潔で豊富な水源が存在していたことが原因だったと考えられている。ソロモンの泉と呼ばれる水源は、周囲の山々からもたらされる水を、現在に至るまで数千年にわたりこの地域に、 供給し続けている。17世紀に現在の形態になったフィン庭園はこの地域で人気のある観光スポットである。サファビー町の王たちが首都を離れ休暇を過ごすために滞在していたのもこの地域だった。第二大聖党カリフの生まれイブンハッター部を暗殺したアブールールが葬られているのもこの地域である。テペシアルクはロマン・ギルシュマンによって1933年。 1934年、1937年の計3シーズンにわたり発掘された。この遺跡に関する研究は D. マカウン、Y. マジザで P. アミエの3人の指揮で行われた。1999年から2004年にかけての数シーズンにはペンシルベニア大学とイラン文化遺産団体のメンバーからなる。 シアルク最高プロジェクトと名付けられたチームによって再び発掘が実施された。最初の発掘で出土した遺物のほとんどは最終的にルーブル美術館に収蔵され、一部は大英博物館、ニューヨークのメトロポリタン美術館及びイラン国立博物館に収蔵された。また一部は個人のコレクターの手に渡った。これらの遺物は 非常に成功ないくつかの絵付き陶器類からなる。ありがとうございます。